で、しゅうくんこれ軽いでしょ、パーカー、あの夏用で、あのこれいいね、はい、クラーキーだとこいい、そうですね、はい、背中バッチリヨシヒコさんなんで、走ってるヨシヒコなんで、走れないヨシヒコ、いや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 、よろしくお願いします、お願いします、せーの、本日のヨロピコ、プレモーヨロピコ、難しいんですよ。だから3割しか打っても3割しか打てないんです、まあ、確かに。だから僕は本当ね、一番いいのは振り子があって、ずっと、ノー3、うん、ノー3、パーだろ、ノー3じゃない。だからその振り子にしたってね、ふーっといった時にね、止まんねん。そうそうです。そこで。そこやねん。だから、振り子が止まるとこを見極められるから。あ、止まった、パーンっていけないんだから。だから普通の人って振り子どこ叩くって、ここ叩くんですよ。こう動いてる時行くから、うん、いや僕らこう叩いとはすぐ止まってる。なるほど、そのイメージが、うん、ここでも、ここで持つんですよね。一時にノーノーノーって持つ。ここだとさ、ボールが動いてるからボールを止められない。なるほど、ボールを止めなきゃいけないの。もう止まるんですよね、これ。止まるんだ。だそういうの今言うじゃん、振り子がさ、ふーっとここに当たった時は一瞬止まってから動くわけじゃん。はいはいはい。そこを捉えれへんやん。だから、こうやって1、2、ノー、ノー、うん、ノー、3。だから、そのイメージはそういうイメージなんだ。そこ止まるんだよな、ボールが。止まりますね。な、でも、多分見てる人たちって。何言ってるの、何この2人言ってるんやろうと思いますよね。だから、そうなるとね、あの、そのボールを一番的確に、その打てる形を作るのは、やっぱり、レベルに入って、ダウンからレベルに入っていかなきゃ無理なんだよな、ね、甘いゾーンを打つためにはね、もう的確にダウンからレベルに入って抜けていくな、ダウンからレベルに入って、あとはこう抜くか、抜くか下に関東さ、もう関係ないんで、ダウンレベルアップからダウンレベルダウンになったりあるんだよな、はい、うん、本当山下さんだったら肩が壊るやろって、これ低めやろって、肩が低め来た時にこの肩を回したらこう回るやで、うん、そうそうそう、こうじゃないんで、ね、そう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 、こういったら肩はこう回るやで、多少さ、お前がよく言うこっちの肩で見る場合あるもんな、ボールを、僕はもうこっちがこの肩で見るよな、左バッター、右バッターはこっちなんだから、はいはい、だから高め来た時にはこうなるじゃないですか、はいはい、こうなるけ下がるわけだよな、今度下がったと水平回るけ、そう回ってこっち来るよ、だからバットはこっちに落ちてくる、畳むような感じでこう、はいはい、でもいつも水平しか回ってないわけですよね、こうしか、そうそう回って、だからそれレベルだからね、うん、全部レベルなんだけど肩がちょっとそうなるだけでレベルなの、っていう教わり方しましたね、うん、いや素晴らしいですね、山田さんに習った人は大体そういう感じ、あ、いやそうですよね、うん、でなぜ時間稼いだな、勝てない、すごいです、え、なぜ中1にカープ勝てないの、なんで中1にダメなの、あ、この間も負けてたな、3つ、いや簡単な答え、ピッチいいじゃん、中1いいよな、だから中1のピッチはまったら打てませんよ、そういうことですね、うん、投手になるでしょ、うん、そう、カープ打てないからな、打てない、あ、そういうことですね、いや、答え簡単、これは要は0か1しか取ってないわけ、そうですね、ということは中1のピッチャーがいいってこと、中1のピッチャーいいからね、いいよ、いい、そういうことですね、実際にだからこれが長いシーズンピッチャーがいいからわけわかんなくなります。わかるんですよ。そんなのありますね。抜けるチームはないと思います。うん、確かに。どこのチーム決め手がないだろう。ないですね。ちょっとヤクルトはね。この間の阪神戦ちょっと2試合見せてもらったんだけど、ちょっとチームバランスが崩れてるな。ピッチャーもちょっと厳しいね。4番の村上がいい状態でしょ。そうですね。あとカープが大竹投手に去年から。これなんで打てないの大竹。うん、これもう西にも弱いよね。あのチェンジアップか。基本的にカープはね、打ってませんよ。打ってないですもんね。まあ、人のこと言うなって吉田さんに言われてると思うよ。お前んとこ打ってねえじゃねえかって言われてるけど。ただ、あれがいますよね。近本宝とか、うん。要は、そう専門職がいる。ある。そうなんだよ。あの、その違いだと思う。うん。で、カープってまだ専門職いないんですよ。秋山ぐらいか。まあ、秋山一番打つバッターじゃないですからね、そうだな、秋山は5番ぐらいだと思うんですよ、強いな、強い、確かに一番で、まあ、俺たち古いって言われるかもしれないけど、うん、やっぱリードマンがいて、うん、
切り組み隊長がいて、で野球ってこうずっと行くと思ってるんだけど、でもまたカープの場合はその専門職がいないから、やっぱ一生懸命新井監督はうまいこと選手の気持ちと動かして今いるけど、だけど専門職がポツッと出てくるとやっぱ全然流れが変わってくると思うんだけど、まだだからね、打てない阪神の形を持ってるよ、打線、はいはいはい、確かに形ありますよね。カープの場合は今吉井が言うように新井監督がやりくりしてると思うんだけど、その4番というものも決めきれないんだもんな。だって1番もいないんだもん。いないんだもん。だから秋山もダメだろ、うん、外国人もダメですしね。そうするとね、なぜかっていうと大谷選手出るやつか、うん、吉田正尚選手、うんうん、あと鈴木誠也選手、うんうん、メジャー行った選手いますよね。で日本でもこう山川、近藤、みんないるやん、いい選手がね。面白いのは全員誰を見てバッティングしてんのと思う。ああなるほど。お前自分のことを自分で分かってるのか見て、山川なのか、大谷なのか、近藤なのか、そういうこと。いや俺高橋よしひこやろっていうことは俺のバッティングはこうだよね。そういうおっしゃる通りだね。あっちじゃないよね。そういうこと。でもみんな自分を知らずにバッティングはホームランを打つんだとか。これはだからさ、俺この間ねオリックスの二軍監督と偶然ちょっと病院で鉢合わせになったの。その二軍のコーチ、うん、そのコーチはちょっと阪神時代俺二軍でちょっと一緒にやったことあるんだよ。面白いこと言ってたのはその優先順位の話なんだけど、うん、やっぱちょっとウェイトがそのコーチもちょっと優先順位が高くなりすぎてんじゃないですかねと、うん、やっぱもう170そこそこの選手が大谷選手のように打球速度170キロの打球を打つんだって練習してんですよ、うん、これ違いますよね。ただそこだよ、うん、でもそうでしょ。あのみんなだから見るとお前違うんだよね、自分を見なさいって。そう、まあ確かにそうですね。俺は地面さっき言った例えば5メーターしか打てるってだろ。5メーターそうそう、だから俺の場合は変わっていったんだよ。やっぱちょっとホームラン打たなきゃいけないという状況にあっていった、うん、でやっぱそう力がちょっと変わっていくわけですね。変わるだけの力があるわけ。そうそうそうですね。だって練習もさせてもらったしな、みんな見てるとどこへ向かってんの？あ、私バットナーグ持ってフェンスって、うん、そうね、ちゃうやろって。そう、たっちゃんが言ったようにさ、うん、5メートルやろうっていうのは、だからもうそれで聞くとね、長嶋さんがあの巨人にいた青い稲妻、うん、松本さんね、松本さん、はい、彼がね伊藤の自国のキャンプと言われた時ビデオ見た時にもうティーバッティングあの周りに入れてないもんね、地面に打ってたもん長嶋さん。いや僕はそうですか。だからそれぐらい徹底するわけでしょ。それで怪我するってさ知ってます？だからなんで昔ってティーネットって丸があったでしょ。あった、鉄の鉄に当てるんだ。鉄に当てるんだ。だから怪我するんだ。だからコンコンコンって、そうそう、もうこんなんすか。もう長嶋さんもね、あの松本さんに対してその丸に入れるなと、うん、その前の土に打てっていう、あれってすごい難しいのは、みんな感じで叩きゃいいと思ってしまう。そうだ、切って上がっちゃうだろ、切ってボールを極端に言って、うん、日本刀で切るような感じ、こうやって切らないもんですよ。真っ二つスパーンって、そうやって切っていかんといかんのです。分かるわ、分かる。こうなっちゃうな、こう叩いたらボールって切れない。切れないよな。こうやってこうやってザーッて切らない、インサイドアウト。ああ分かる。でみんなゴロ打てってこう打つでしょ。こうやっていくじゃないんだよな。分かる。上上がってます。大谷選手も少し下から振り上げるのを、
ご視聴ありがとうございました。登録、いいねをよろしくお願いします。ゲームセット、明日もよろぴこ。